はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠の続きをプレイしていきたいと思います。まあ、ようやく待望の転生プロ、大型転生プロって言っていいのかな、山崎武史が入団してきたので、山崎中心のチームをね、今後2年かけて作り上げていきたいなというふうに思います。もちろん今年もそれなりにチーム充実してきたので、しっかりと甲子園出場は狙っていきたいなとは思います。あそこにアイドルマスがあるんで、あのアイドルマスを踏んで、そうだな、素振りの5を使いたいですね。となるとどうだ、いや厳しいな、赤マスを踏まざるを得ないのか。となるとしょうがない、一旦素振りを使っちゃおう。でアイドルマス続けて出てきたし、うまいこと、まあ運任せにはなっちゃいますけど、大きいマスが出てくるのを待ちましょう。お、4が来たね。4が来てくれたのは嬉しいな。まあ、結局ただ赤マスを踏むことにはなるね。で、ミートバッティングで、まずアイドルに1回止まりましょう。よし、かなり上がった。これよこれ、待っていたのは。ただストレッチしかないな。残念だな。しょうがないですね。ちょっともったいないかなという気はしますが。そしたら、まず松永は制球アップでいいですね、このまま。で、根岸は球速アップ。大峰はじゃあコントロールに変えていきましょう。で、菅沼は制球アップでいきます。岩井はまずは球速だな、球速がちょっと遅すぎる。押し切りはパワーアップでいいよね。で、将来の正捕手候補篠崎だけど、彼はミートアップにして桃井を将来の正捕手に据えていこう。で、今村パワーアップ、八木はミートが B まで来たら総力を上げよう。で、横溝はどうする。まずは弾道を上げていこう。で、湯浅はパワーを上げていくでいいでしょ。米谷もまずは弾道。赤津がちょっといまいち伸びてこないな、伸び悩んでる感はあるけど、まあ、彼も上げていこう。森下はパワー、関野はこのままミートにする。いやー、走力だな、足が遅すぎる。堀口はだいぶ伸びてきてるね。堀口はパワーをこのまま伸ばしましょう。若松もパワー伸びてきてます。で、藤巻は弾道、山崎はパワーを A まで上げよう。ああ、くそー、赤松しかない。残念だな。そしたら、せっかくなんで、ショップ店員のところに泊まりましょうか。一回、練習休みを挟んで。
まあ、ここは山崎にしときましょう。山崎をひたすら押しに押していこう。本屋さんは泊まりたいんだけどな、2がちょっとないんですよね。ないね、しょうがない。まあどうしてもやっぱりこの練習メニューの数字の大きいものはこなしていきたいので、で悩ましいのがあれだな、この後アイドルでテンションアップか練習効率かで特訓マス止まるか練習するか決めましょう。かなり上がったか、かなり上がったらミートバッティングさせてくれ。まあ、1年生は基本ミートかな、やっぱり。石塚もだいぶバランスいい選手にはなってきましたね。赤津がちょっと全然、伸びてこないな。森下パワーでいいよね。で、関野も総力を上げていけば、バランスのいい選手にはなります。これでスターに止まって、三つ股に分けよう。いやー微妙だな、どこ行っても微妙だわ。となると本をもらっとこう。守備職人で、スクワットを入れて、ボランティアを入れて、スケジュール見直しを使いましょうか。いや、待ってね。ミートバッティングが来たか。これこのまま行きたいな。このまま行こう。アイドルでミートバッティング使いたいんで、このまま行きます。あとは、アイドルに泊まれるかどうかっていう問題が出てきたな。泊まれるかな?ああ、しまった。ストレッチに行けば、止まれたじゃん、確実に。バカやったな。まあ、合宿はもちろんやります、というところですね。よし、ミートバッティングで止まれる。
さらに練習効率も上げてくれた。となると腕立てにする、いやミートバッティングだな。でじゃあちょっとオーダーを決めておきますか。そろそろ、いやめちゃくちゃ上がるな、やっぱアイドルの後は。そしたらオーダーを決めていきます。まず1番折口は硬いよね。2番の八木もいいでしょ。3番の押し切り、うん。4番山崎、5番静香、6番森下、7番若松。米谷とかいる？湯浅使おうよ、湯浅。いや若松、若松の代わりにここは今村使いたいな。関野でもいい、関野だな。関野はちなみに外野か。だったらこれで一塁山崎に守らせて関野を外野に回しましょう。押し切りがちょっと微妙だけどしょうがないな。うん、桃井はな、どうだろう、守備要員、総力要員で残しておいてもいいかなって気もするけど、米谷だったら桃井だな。横溝守備要員で入れてもいいけど、まあこんなもんかな。赤津がちょっと使えないけど、赤津だったら将来育てたい。横溝入れる？まあ、ピッチャーがね3点以内ぐらいに抑えてくれれば打線で取り返せるかなっていう気もするんですが、湯浅はだいぶ育ちましたね、選手として。で石塚もまあまあ使えます。森下も使えるね。関野もいいよ。堀口は本当に打って走って守れる選手。山崎が打ってくれるかどうかだな、4番に据えてるんで。まあ山崎はパワーこそねもう C に近いですけど、その他は全能力 F ですからね。まあ吉と出るか京と出るか。まあ、公式戦の1回戦は確実に勝ちたいからっていうのを毎回言ってますけど、毎回勝ててないんで、ちょっと本当に考えていかないとな。1番の堀口、まあ堀口が出てクリーンナップで返す。打撃重視のチームにしているだけあって、打線はそれなりに強くなってるんですよね。なんであとは投手が松永が抑えてくれるかどうかにかかってるというところですね。じゃあまずは相手チームの分析を
しておきましょう。先発高梨、伝説プロか、緩急丸、まあでもめちゃくちゃ強いっていうわけではないんで、まあやれなくはないかなって感じですね。むしろ諸星とかの方が打ちづらいかもしれない、今見た限りだと。これはどう、足は速いよ。よし、二塁まで行こう。三塁まで行けるんじゃないか。三塁まで行こう。無理か。お、一気に4点取ってくれたね。で、堀口、まあここはお任せしよう。4点リードの場面なんでね。まあ堀口がタイミング的にはアウトかなっていうところでエラーで出塁してくれたのが大きかったですね。ここはセーフティーバントを試みよう。よし、いいプレーだ。で、2番の八木、うわ、いいやつか持ってんの。ボテボテの当たりだけど、これは切れていきます。ミートは高いんでね、八木は。ただこれはショートがいいところに守ってたね。お、松永からか。ここは送りバントかな。おっと、まあしょうがないね。ただここで1番の堀口に回ってくるんで、堀口で大きい当たりが出てくれればいいんだけど、ボテボテの当たりだ。どう、一塁はアウトだね。堀口の足が今 B なんで、これを A まで上げていくとどうかなっていうところですかね。あとは右打者なんで、どうしても不利にはなっちゃうんで、これはゲッツンできる。よし、ナイスプレー。よし、ナイス。弾みをつけたいんで、しっかり点を取っていきたいな。ここは送りバントを決めて山崎に回しましょう。おー、それてる、いいね。で、山崎、ここは三球三振。まあしょうがないかな。まあ湯浅の方がね、現状では圧倒的に強いですからね。うまい。これは二塁ランナーは帰ってきます。まあ、ここまで順調に来てるな。ここは試合を決めに行こう。森下も全然打てますからね。ただこれはイージーフライですね。まあ、関野も打てるからね。ちょっとここまで関野打率がいまいち上がってきてない感じはありますけど。よし、守備をものすごく上げといてよかったな。上げとかなかったら抜かれてたかもしれない当たりですよね、今のは。転がして、くせ者をうまく発揮してくれ。これはボテボテの当たりだけど、どう？一塁は、それた。じゃあ、松永のところで代打を出しましょう。バントができる。これはただいいぞ。いいね、すべてオールオーケーだ。お任せしよう、堀口に託す。これはゲッツーになるか。一塁はセーフ。
で、諸星か。諸星の方が打ちにくそうな感じでしたね。これは犠牲フライでいい。1点を取りに行こう。まあ、犠牲フライにしては大丈夫かな。いやー、犠牲フライしないか。犠牲フライ指示を出してたんだからさ、ちょっと無理してでも犠牲フライにしてほしかったな。まあ、結果オーライですね。まあ、打線が打ってくれればっていうところかな。打線はね、冒頭お話したようにそれなりに仕上がってるんで。山崎に三振がついていると思うんで、まあ、それを外す目的で、おー、中堅に戻ってきた。長かったな。天聖プロじゃなくて OB プロのところに止まってもいいかなって気もするんですけどね。ここは励まして、疲れを取って、ここも紅白戦で疲れを取って、公式戦に臨みましょう。ここは下にアイドルいるけども絶対試合に勝ちたい。今日の張り切りボーイは山崎。まあちょっとね、心もとないのはあるんですが、松永がノリノリなんで自操作で山崎を操り、残りをコンピューターで頑張ってもらいましょう。ちなみに4点取られてるか、早いな。そんなに強いのかな。ちょっと勝浦大附属高校見ときましょう。柏307か。まあ、確かに奪三振持ちでシンカーが6、シュートが3か、強いですね。噂は、もう、天聖プロもいるね。打線の方はどうなってんの ?4 点も取られてるけど。打線の方も確かに粒揃いだな。お、5点取って逆転してる。ありがたやー。これは快音は残しましたけどね、セカンドゴロですね。で、松永か。9番で2アウトだからちょっと期待できないけど、抜けていってくれた。これはさすがにランナー帰ってこれないね。ただ1番の堀口は打てるんで、ここは期待できる。ただここな、2アウトなんで、ここでお祭り男はちょっと使いたくない。なあ、ここはダメか。追加点が欲しいところだったんですけどね。1点だけだとリードがちょっと怖いからな。ここが伝令で盛り上げておきましょう。OK。山崎もそろそろね、ホームラン1本打ってるんだ。いつの間にっていうのはあるけど。打ったー、入ったね。ここはくせ者で、セーフティー。これはどう？うわー、上がっちゃったか。松永のところでまだね、ちょっとさすがに早いんですよね、代打送るには。いや、松永打つな。堀口がちょっと返せてないっていうのが多いんで。いや、でもここでもまた、結局、さっきと同じ話で、お祭り男をここで使うのかっていう話なんですよね。ボテボテだな。堀口がちょっとチャンス、罰がつかなければいいなっていう、ちょっとまずい
バッティングが続いてるね。ここは絶対に打たれたくない。まあダメか。なおワンアウトランナー三塁一塁、逆転だけはされたくないんで、ここは三振を狙っていこう。 OK。 いや、いいいいいい、同点にされないことが重要だったんで。山崎が落下点、大丈夫だね。なんとか1点差守ってますね。そうなると山崎にもう1本ホームランが欲しいな。これはボテボテだ。ただラッキーボーイの本領を発揮してくれたね。で、最も信頼できる男、湯浅。もうここはお祭り男を使おう。どう？これは当たりが良すぎたか。当たりが良すぎましたかね。で、ツーアウトランナーが一塁。これランナーが帰ってくるとまずいぞ。本当にナイスバッティングでしたね。4番の岡部か。ここ電列買おう。追い込んだら臭いところで勝負だ。大丈夫かな。ちょっと待ってくれ、そんな当たりなのか。いや、同点か。いや、打ち取ったかなと思ったんですけどね。意外とボールが伸びていったんだな。同点。さて、ここはもう本当に点を取られてはいけない場面なんで、頑張って。大丈夫だね。しっかりプレーしよう。よし、さあ同点。こっからですね、こっから。7番関野、今日2安打。OK。送りバントでいきましょう。で、8番の石塚。ちょっといいところがないけど、打てないバッターではないですからね、石塚も。シンカーに空振り三振か。4の見逃し三振か。松永は今日4安打。しかも流し打ちが結構うまい。ここも流し打ちだ。帰ってこい。帰ってきていけ。いやー、ノーバンの返球だな。で、堀口、堀口さ、今日ちょっと打ててないんだよね。いや、堀口に任せよう。堀口にここまで厳しい練習を課してきた。よし、勝ち越しだね、8回裏で。で、ヤギだ、ヤギ。おお、ボテボテ。さあ、1点リード、点差は1点だけ。低め丸を持っている松永だけど、ここは先頭打者出したか。ゲッツーで後続を立ちたいね。大高くんのちょっと野手データを確認しておきましょう。ローボールヒッターとか持ってると嫌だからね。バント職人持ちか。まあ、ただここはバントで来るかっていうとちょっとわからないからな。ゲッツーシフトで行こう。いいバントだ。うまい。いいバントでしたね。で、板垣。板垣くんの能力も見よう。チャンス A、 満塁男か。チャンス A か。ここ歩かせてもいいよな。臭いところで勝負しよう。OK。 危ない当たりでしたけどね。定位置にしといてよかったな。さあ代打つゆき。つゆきが2人いるな。
逆境丸ホーム師匠、逆境丸か、逆境丸か。ここは根岸に変えて、低め中心でいこう。よし、抑えた。危ない試合でしたけど、なんとか2回戦突破しましたね。いやー、ヒヤヒヤだったな。ちょっと負けるまでは今回長くなるかもしれませんが、やりましょう。今ノリに乗ってるんでね、この流れでいきます。ちょっとね、堀口くんがうまく機能しなかったかな今回は。ただその堀口がノリノリになってくれたんで。今日の堀切ボーイは堀切ボーイになっちゃいましたね。堀口くんと押し切りくんが見えたんで堀切ボーイって言っちゃいましたけど、堀口にしよう。ちょっと前回ね、ちょっとチャンスで凡退する場面が多かったんで、今回はしっかり切り込み隊長一番としての責務を果たしてもらいたい。まずは、まあ、ここは無難に先頭打者として打ってもらいましょう。うん、当たりはいいけどセカンドゴロだな。おお、ポロってる。こういうところで点が取れてると嬉しいよな、1点とはいえ。そしたらお祭り男を発動して決めに行こう。入れ入れ入れ。あー、惜しいな。いいバッティングだったけどね。確かに石塚君、ここは揺さぶろう。よし、ナイスバッティング。で、松永はね、本当に流し打ちがうまいんで、流し打ちにしろ。よし、デッドボール。堀口頼むぞ、決めてくれ。試合を抜けないかな。抜けないね。ショートの頭越えてくれれば2点タイムリーになるかなっていう当たりだったかなと思うんですが、2アウトで松永、まあ、ここは流し打ちでいいでしょう。松永も流し打ちのイメージしかないからな。うまいね。松永の後の堀口なんだよな。堀口頼むぞ。打ち上げた。さあ、ワンアウトランナーがこれ三塁一塁かな。さて、ここはどうしてもゲッツーが欲しい。低め中心でゲッツーを狙おう。小笠原か、しかも。よし、天性プロの小笠原ですよね、あのヒゲ面は。高校生であのヒゲを蓄えて甲子園予選とはいえ出場していいのかっていうのはありますけど。3番押し切り、ゲッツーだけはいらないよ。よし、抜けた。今のは強襲ヒットになるの。強襲ヒットだね。で、4番の山崎。どうだ、当たりはいいぞ。弾道が4ある割にはものすごい低いライナーでいきましたけど、最も信頼できる男湯浅、これは入ったね。
まああとはもうお任せで大丈夫かな。伸び伸びとプレイしてもらいましょう。で松永なんだよな。松永本当にいいバッティングするんですよね。これ入るんじゃないか。うん、入らないか。いやでも松永いいバッティングですね。で堀口ちょっとね、堀口能力的には申し分ないんですけど、打率が2割台と低迷してるんで、こういうところで打って調子を上げてってもらいたいですね。これもうまい。これで3番押し切り。ちょっとね、唯一押し切り君だけちょっとどうかなっていう気はしてるんだけど、うまい。思わずうまいって叫んじゃいましたけど、カーブだと思うんですけど、うまく打ちましたね今。さあ今日ホームラン打ってる山崎。いやーホームラン打ってないね。超低弾道の当たりを放ってたけど、さあ7回の裏ですね。ここを抑えれば一応コールド勝ちかな。まあ、その山崎もねまだ信頼性はあんまりないんですよね。結局パワーはあるんですがミートが低いんでね。まあ、2回戦はちょっとヒヤヒヤしましたが、3回戦は勝ちきった感じがありますね。湯浅の走力が A になったか。湯浅走り盗塁もできるね。ああでも押し切り君もだいぶ育ってきてるな。ちゃんと湯浅は信頼できるね今一番。石塚君も信頼できるからね。森下ももう十分育ってきてるし、関野もねこうやって見ると失礼なぐらいいいね。堀口も頑張ってほしいし、若松くんもこれでミートが上がってくればっていうところかな。で山崎はパワーを A までとりあえず早く持っていきましょう。よし、テンションも上がってる。悪くないぞ。まあ、ここは湯浅だな。まあ、山崎にしたい気持ちはあるんですが、勝つんだったら湯浅。雨が降ってるのか、これがどう響くかだな。しかも幕張東か。因縁の幕張東。うまい。まあこの辺りは信頼できるよ本当に。
ここが空振り三振か。これはあれかな、ちょっとピッチャーが軽くグラブに当てて弾速が落ちた感じがありますね。ワンアウトランナーが一塁か。空振り三振が欲しい。よし、抜けていくか。これはランナー返すな。よし、いい返球だ。で1番の板垣に戻ってくると、ちょっとここは点取られたくない場面なんで、板垣君の能力を確認しておきましょう。対左投手は G、 満塁男か。ミートは C、 パワー D、ま、左投手 G どこまで発揮してくれるかだな。よし、これは引っ掛けた。ここは2点だとちょっと心配なんでね、もうちょっと点が欲しいですね。っていうところでピンチか。ん、ちょっと待って、4番今村、待ってくれ、今村に変えたのか。まあ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 いいでしょう、変えたなら変えたで。これはただ、おっとこぼしてる。ラッキーラッキー。こういうエラーが出た時に確実に点が欲しい。で湯浅、うまい、入るぞ。よし、スリーランだね。もう納得のタイスキー監督の様子でしたね。ちなみに最近ツイッターの方であんまりタイネタをつぶやいてないんですけど、お気に城にツイッターのアカウントがバレまして、嘘ばっかついてるわねということで、ちょっとタイネタはあんまりぶっ込めなくなりまして、しばらくね、ほとぼりが冷めるまではツイッターの方でタイネタがあんまりできなくて、タイネタ楽しみにしていらっしゃる方がいたら申し訳ないんですが、そういう事情です。実際には相当数というか毎月体育計画は、やってますと、継続してます今のところ。さあピッチャーが変わって堀口、堀口くんもね、もうちょっと打てるバッターですからね。おお、デッドボールか。いい、ヤギ、うん、これはちょっと上がりすぎかな。ただ6点あればまあ多少ね、落ち着いていけるかなというところですね。で、松永くんの今後のことも考えて、早めにちょっとピッチャー変えましょう。というのも、この後ね、まだまだ試合は続くんで。ここは、ピッチャーを変えて休ませたいところです。おっと、一塁こぼしてる。まあいいよいいよいいよ、落ち着いていこう。ここは落ち着いていこう。これはしょうがないかな。高めのボールは危ないですね、やっぱり。よし、これをしっかりさばこう。大丈夫、ちょっとね、時間が長くなってきてますが、夏の甲子園予選スペシャルということで、このままちょっとプレーの方はさせていただきます。これはちょっと上がりすぎかな。森下も全然打てるんでね、ここは一発狙ってもらおう。うん、うまい、
横溝くんの守備うまいですね。抜けてても全然おかしくないようなそんな当たりだったと思うんですが、根岸のところには代打若松。まあピンチ、チャンスの場面じゃないけど、まあここは使っていきましょう。どうせ出番もないと思うので、この後ボテボテの当たりだぞ。これはゲッツーになる。おお、大丈夫だ。結果的に進塁打みたいなもんになったな。で、1番の堀口、今日は当たりが出てないね、堀口くんは。よし、最後はしっかりタイムリーで帳尻合わせをしてくれたかな。で、八木くん、じゃあピッチャー大峰から使っていきましょう。山崎を早々に途中交代させてるからね。うん、これは笹山くんが取りましたね。今村くんかな、一塁は。まあ、あれが山崎だった時に抜けてたのかどうかっていうところはね、わからないですからね、どっちが良かったのか。ただ今村いいね。今村いい守備してるね今日。うん、これは抜けていくか、しょうがないね。じゃあここはピッチャーを変えていきます。よし、最後は150キロのストレート。よし、予選また一つ突破しましたね。あと2つ。そうするとここでちょっと1回アイテムでおにぎりを使ってあげよう。で、座禅を組んで準々決勝、いや準決勝だな、準決勝へと進みます。湯浅だろう、ノリノリの湯浅。湯浅4番にしたいぐらいだからね、本音は。いやー、本当にここは夏の甲子園出場したい。千葉県大会を、勝ち抜いて、ただ1点ビハインドで、2回の表の攻撃、これは大きい当たりだ、入ってくれ、どうだ、さすがにこれどこだろう、マリンかな、大きいですね、球場が。ただ大量得点だね、5点。ここは お祭り男を発動して強振の流し打ち、さらに2点追加して1点取られて5点リードか。熊谷君に変わってるね、ピッチャーが。抜けてる、これは帰ってこい、来れないか。帰ってきてくれても面白いかなというところだったと思うんですけどね。どうだ、抜けてくれ、あーダメか。いいとこにいましたね、ライトが。さあここは伝令を使おう。低め中心の
ピッチング、ゲッツー、ドロー。よし。守備、盛り上げといてよかった。なんか、采配が全然当たらない時もありましたけど、今回は結構いい感じで当たってますよ。大好き監督。これはボトボトの当たりですね。ここはピッチャーを変えていこう。ちょっと調子落としてるけど根岸君に任せて、これはもうあの完全に決勝を睨んで松永を休めたいっていうね狙いですね。ここは速球中心の定位置で、内角中心、いやー内角中心は怖いわ、低め中心でいこう。やっぱよし、最後は空振り三振。まあ、5点差あるとはいえダメ押しは欲しいので、ここは山崎に一発を狙ってもらおう。ここはゲッツーかなー。まあ警察持ちですからね、しょうがないかな。これはどう？いい当たりだけど、落下点入ってますね。もう一伸び足りなかったかな。さてと、ここだ。まずは先頭打者、切って取ろう。よし、うまい。うまいね。そしたらここは投手を変えていこう。どうなんだろう、チーム力的にもそれなりに上がってきてると思うんだよね。まあここまで予選でずっと敗退することが多かったわけなんですが、よし、最後はスライダー、外のスライダーで空振り三振。ようやく決勝まで来たな。長かった夏の甲子園予選大会スペシャル。本当にスペシャルなものにするにはここ最後の決勝戦で勝たないとな。強豪校入りになったね、ついに。いやこれ嬉しいな。そこそこから一気に強豪校入りしましたね。スケジュール見直しして、できれば1が欲しい。きたー。これはもう勝てと言われているような気がしてならない。1000円の機材を全部揃えていきましょう。まずは早速使っていきます。 T は持ってるね。総合力は C か。意外性は高いんだな。でもさあこれ勝つためにどうするかだな、まあ、最後はじゃあメンタルトレーニングをして試合に備えましょう。今日の張り切りボーイは石塚か山崎か。石塚だな。
山崎にしたいけど、やっぱりまだ山崎よりかは信頼性が高いのは他の2年生3年生なんですよね。山崎にはもう4番をずっと打ってもらいますけど。さあ、まずは先制点、先制点を取りましょう。表だね、先制。ここまで0対0。まずは相手の分析を行っておきましょう。伸び F の山上くんかな。スライダーシュート作る。伸び F だったら唐川がいるな。だったらむしろ引っ張っていく。ストレートに伸びがないんだったらいいね。これは二塁まで行こう、二塁まで行こう。よし、ナイスバッティング。まずは1点先制しましたね。まあ同じ山上くんだったら同じく引っ張りましょう。ただくせ者を使ってしまって、この回に追加点を取りに行く。これは打ち上げたか。これはショートのボンフライですね。2点追加点、ナイス。で森下だな。うまい。もうね、最近ね、選手がいいバッティングしてくれると反射的にうまいって言っちゃうんですよね。ちょっとうざったいと思うんですけど、すいません。もうね、ここまで苦労ばっかりだったんで、どうしても嬉しくなっちゃうんですよね。ここは犠牲フライでいこう。よーし、これも抜けていくね。一塁ランナーは三塁へ、打ったバッターは二塁へ。で石塚だ。ここは石塚は本当に犠牲フライでいい。力まずにいこう。まあ犠牲ライナーって感じですけどね。で松永君は流し打ちがうまいんで流させよう。で堀口、堀口が今日ホームラン打ってくれたのか。最後は空振り三振。お、山崎だな。ここは空振り三振で湯浅。膝元、ちょっとあれは打てないな。ここはゲッツーが欲しいかな。伝令を出そう。セーフか。フィルダースチョイスだね。まあただここは落ち着いていこう。まだまだ慌てるような場面ではないですからね。よし、これこそゲッツーだ。よし、全然大丈夫、落ち着いていこう。いや、2回戦が一番ここまで危なかったんだな、そう考えると。ここは松永をそのまま行かせるよりかは代打を出そう。小畑だ、ダメだな。さあ、あと8、9、2回。ここはダメ押し点が欲しいところなんで、八木くんか。まあ強心臓はあんまり意味ないですけど、まあ気持ちの問題ということで使いましょう。うまい。これは強襲ヒットになってくれたか。自分が監督だったら今のセカンドはなんとかね、ボールを後ろに反らさないでほしかったかなというのはありますけど、
ここは犠牲フライでダメ押し点が惜しい。そして山崎、よし、山崎もボールは上がりませんでしたけど芯で捉えたんでよしとしましょう。で、最も信頼できる男、湯浅、いやー入らないか。地方球場だったら入ってましたね。マリンだから入らなかったのかなっていう。タイミング的には完全にアウトだったな。これは当たりはいいぞ。いやー打線爆発だな。まあ強豪校としての力を見せつけた形だな。じゃあ守備を変えていきます。よし、最後はスライダー、空振り三振。甲子園出場のその瞬間を見届けましょう。これは抜けていく。まあ、まだまだ10対1、9点差ありますからね。よし、最後ちょっとピリッとはしなかったですが甲子園出場決めましたね。まあ、1年目のラッキー的な、七夕的な春の甲子園出場ではなく完全に勝ち切った夏の甲子園出場だ。はい、というわけでもうせっかくなんでこれ合宿までもうやらせてください。合宿まで行きます。この夏の甲子園予選大会スペシャル合宿をもってちょっと終わりにしていきましょう。じゃあまあ、一番いらないのがタイヤ引きかな。タイヤ引き消してしまって合宿に入りましょう。いやー総合練習にする。エース級のピッチャーが多分揃ってくると思うんで対エースを身につけてくれ。誰もいないか。アベレージヒッターか。アベレージヒッターつけてくれるんだったらありがたいけど。
篠崎がイブシギだけ。誰も何も覚えないかな。横溝大田丸か。石塚が大田丸だけか。堀口がローボルヒタだけか。まあしょうがないね。はい、というわけで夏の甲子園大会出場決定というところでね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。